はい、今来てますのは京阪電鉄の枚方市駅前です。今ありましたように 39.8 度、今年一番暑い気温、そしてもちろん今日国内で一番気温が高くなった場所です。皆さん日傘を差したりとか、あとは最近多いのはやっぱり首にね、扇風機、風が出るものを巻いて歩いてらっしゃる方も多いな、そんな印象を受けています。で、実はですね、今曇ってきてまして、で風もちょっと吹いてきて、気温自体はぐんぐん下がってるかなという感じがします。駅前に温度計があって、これ気象庁との温度との関連というのはわからないんですが、今 34.2 度になっていて、ついさっきまで3時ぐらいは37度とか38度あったんで、だいぶ下がってるかなとは感じます。ただやっぱり麻痺してるなと思うのが、34になって、あ、涼しくなったなって感じてしまっている。34はね、決して涼しいわけではないなと改めて今自分で言いながら思いましたけれども、で熱中症の疑いで搬送されている方、枚方市内で4名いらっしゃると、そんな情報も入ってきています。で実は今日はですね、サーモグラフィーのカメラを関西テレビ報道として用意しました。その映像をね、ちょっと見ていただこうと思います。切り替わりましたらね、私の今の状態が出ると思うんですが、出てますか？出てますね。手のあたりは、これ青いところが低くて、高いところがやっぱり赤く映るということなんですが、私はまあだいぶ青くて、この道アスファルトがやっぱりこう赤くなるんですね。で例えばじゃあこちら移動して、ここにコンビニエンスストア、商業施設ありますんで、これはどうですか、真っ青になるのかな、青くなってますね。あ、真っ青ですね、やっぱりね。全然やはりなんかクーラー効いてるんでね、気温が違うんだろうなというふうに感じますが、せっかくなんでちょっと歩きましょうか。この先に商業施設のミストがあるんで、なんかあまりない映像でどうですか、何が映ってますか今。私の体も刻一刻と変化ですね。ちょっと青いとこ多かったのが、やっぱりアスファルトが赤いっていうのはね、あるのかなと思いますが、うん、で来ました、ここ今ミストが出てまして、やっぱり商業施設はね、青くなるんですね。ですからまあ皆さん歩いて疲れたら本当に中に入ってと、でここにも今ね休憩されていらっしゃる方がたくさんいます。さあ今日 39.8 度を観測しました。枚方市内からひとまず中継でお伝えしました。関西テレビニュース YouTube チャンネルをご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。